こんにちは。はい、はい、豊さん、はい、今日も3連戦を振り返るの時間です。そうですね、はい、はい、ちょっとね3連戦と言いますが、うん、試合のところも結構あったんですよね。まあ、結構あったって3連戦のところが中日しかなかったんだよね。そうそう、中日しかというか、そうそう、中日と阪神、はい、中日と阪神、そうそうそう、はい、うん、はい、まあ、それでパ・リーグは2試合、うん、で全てで他のセ・リーグの通過のも2試合ということですが、ね、うん、関東で野球がなかったというね。ね、なんかね今回はいろんな地方球場でのね、まあそうだな、うん、ありましたね、はい、沖縄があったり、まあ北は北海道、沖縄まで、うん、ね、いろんなところでやってたけども、ま、坊ちゃんスタジアムでもありましたね。ね、はい、まあ、そういうプロ野球、うん、まあどうなったのか、はい、ね、看板やちいちゃんよろしくということでね、はい、よろしくお願いします。はい、はい、まずセリーグですね、はい、はい、さっきも言いましたが、はい、2試合ずつっていうところがあるんですけど、ね、はい、はい、巨人と DeNA は巨人が2連勝、はい、はい、ヤクルト対広島は1勝1敗、はい、はい、中日と阪神は阪神が2勝1敗の勝ち越しでした。はい、はい、じゃあ巨人 DeNA から、うん、ね、巨人山崎より堀田、はい、この若手2人、山崎より、山崎よりね、はいはい、で DeNA の方、うん、K 石田、はい、ね、1試合目2対1、うん、巨人、まあ、山崎よりはまあ良かったね、やっぱね、まあ、さすがというか、うん、まあ、7回を101球5安打1失点というね、うん、で2回に、この日先発マスク、はい、ね、山崎よりと組んだ岸田が、うん、ツーランホームラン坂本を置いて ね、うんうん、結局ねこの2点だけだったんだけども、はい、まあ、6安打した巨人、まあ、3回以降は内野安打の2本だけに抑えられたんだよ、うん、だからこの2本、このホームランがいかに、まあ、貴重だったかということと、うん、で山崎よりの攻め方だけど DeNA の、はい、まあ、防御率で 1.51、うん、ね、9イニング投げて 1.51、うん、ということは2点取るのが大変だというピッチャーだよね。そうですね。で DeNA の攻撃を見てみると、うん、DeNA2 回ノーアウト1、2塁、はい、ここで何もせずという、うーん、強行に行って、まあ、確かに下位打線に移っていくんだけども、はい、バントはなかったのかなっていうようなね、ちょっと再三そういう話が最近多いですけど、まあそうだね、はい、まあそういうこともあるし、これは特に何か意図があるという感じではないですかね。まあ2回、うん、の表の攻撃だったんだよね、うん、で裏に岸田にホームランを打たれてる、うん、まあ、完全にやっぱりああいうチャンスをものにできてないっていうことは流れが変わってるっていうふうに、ん、これまあ後付けかもわからないけども、まあ、そういうふうに考えるよね、まあ、ただ、うん、やっぱり好投手だけにさ、うんうん、やっぱ最初からやっぱり点を取っていくというね、うん、いうことを考えていかないと、そんな大量点打ち崩すっていうことはなかなか難しいピッチャーだから、うん、まあ細かい作業があってもよかったかなっていうような感じがするし、まずは1点というところだったんですかね。まあそうだね、うん、で9回先頭が出塁した、まあ、佐野、山本、桑原って、まあ、続くんだけども、はい、まあ、何もしないという、まあ、左のバルドナードが投げていて、うん、まあ、送りバントがあったりエンドランがあったり何かを仕掛けてくるかなとかね、うん、まあ、ダイソーも出してたし、まあ、走ってくるかなとかいろいろこう考えたんだけども、はい、まあ、何もなく9回先頭打者が一塁に釘付けで終わったという、うん、ね、フォアボールで筒香選手が出て、 そのダイソーに上里選手が入り、 そのまま終わっちゃったっていう感じですね。そのまま終わりというね、うん、だからやっぱりちょっと考えなきゃいかんなっていうような気はしたね。攻撃もっと細かく、まあ細かくね、うん、で、うん、2試合目、はい、でまあ、4対0、まあ、巨人ということでね、はい、でまあ、初回エラー絡みで2アウトから巨人が先制するという、うん、まあ先制したら今の巨人っていうのは、うん、だいたい投手力がねいいだけに、まあ、逃げ切っていくんだけどもさ、はい、まあ、その中で、まあ、3回、うん、まあ、吉川はタイムリー、7回は代打丸がツーランホームランで、まあ、4点を上げていくんだけども、はい、まあ、堀田6回90球2安打無失点というね、うん、やっぱ堀田もなんかすごく使うごとに成長を見せてくれてるというね、うんうん、だけどまあこれはねなんかこう投手陣の緊張感というか、はい、まあ、そういうこともあるし、うん、まあ、投げやすい環境に置いてるなっていうような感じがするよね。思い切っていけるというかさ、うん、それは
それはもう監督がね、うん、もう打たれてもいいと、とにかく逃げるなと。なるほど。だからもうどんどん向かっていけと、自分を信じていけと、うんうん、それで向かっていって打たれても、うん、お前たちのせいじゃない、それは俺のせいだと、うん、向かっていったものに対しては手を差し伸べるけど、うん、逃げたピッチャーには差し伸べないって言ってるわけ、うん、なるほど。だからまあここら辺はね、新庄監督も同じようなこと言ってるんで、だからまあ結構ね、いいとこ取りをしてるなって、阿部監督は。よくね、他のチームがどうやったらうまくいってるかっていうことをよく勉強してるわ、分析してね。ああ、それと岡田監督のこともなんか取り入れたりとかね、まあいろいろやっぱこう、まあさすがだなっていうふうに思うよ。じゃあこういろんな監督の色が見えてる感じするんですかね。そう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 、うん。でまあこの試合、あの DeNA は3安打、はい、まあこれでは勝てないんだけどもさ、うん、なんかね、このまっさりしたゲームで終わっちゃったけどもね、うん、これ2連戦を見て、はい、ものすごく感じたことは、うん、巨人はプランを持ってるんだよね、戦い方に、うん、もう徹底してるんだよ、もうバントで送る、あの戦い方が、戦い方が、うん、バントで送る、うん、でバントができないと思ったらエンドランを仕掛ける、うん、エンドランがダメだと思ったら単独出塁を仕掛ける、うん、もう徹底してるんだよ。でどんな場面でも1点が欲しい時はワンアウトだ取られて2アウトになってもそういうことを敢行してくる、うん、で DeNA の方は流れに任してるんだよ。うん、で自分たちのプランがないわけよ。ちょっと真逆な感じですかね。そうそうそう、うん、で自分たちはこうやって攻略をしていくとかさ、こうやって点を取っていくっていうことは流動的なんだよね。うん、だからね、あ、怖くないんだよ。怖くない、相手が、相手が、あー、なるほど。だからプランがないが、これは絶対こうしてくるなと思って絶対やられることって嫌じゃない、うん、勝負ごとで、うん、だからね、それはねすごく感じた。うん、だからまあ、見え見えだっていう人もいるかもわからないけども、それを成功させることによって乗ってくるというかさ、うん、まあそういうことになるんだよね。だから DeNA の方は何かプランを見せてほしいなっていう、これからは、うん、それは攻撃に関し て、 って攻撃に関してもね、うんうん、まあピッチャーの交代とかいうのはさ、うん、やっぱその裏事情があったりだとか、うん、まあするからね、まあ、ゲームの流れによってもね、まあ、うん、それは流動的でもいいと思うんだけど、うん、やっぱこのピッチャーをこう攻略をする、このピッチャーをから点を取る、うん、そうしたらね、やっぱある程度のプランはあると思うんだよ、うん、で立てなきゃやっぱりね、投高打低だからさ今、うん、だからそれは強く持っとかないと点がいつまで経っても取れないということだよね。これはプランがなくてで今あんまり打てないような状況が続いてたりするのは、そういうプランを立ててやっていくとまた変わってきたりすることもある。そこに選手たちが集中しだすじゃない、うん、いやうちの野球は公約だからこういうサインが出てくるなとか、まあ、そういうことがやっぱり一つの統率として染みていけば、うん、それはそこに向かって試合を進めていくよね、うん、だからそういうプランがあってもいいなって、なくてもいいピッチャーはいるよ、うん、もちろん、うん、なくてもいいピッチャーはいる、それと大量点が欲しいピッチャーがいる、まあ、うちの先発ピッチャーが、うん、まあ、うちのっていうか DeNA の先発ピッチャーが弱いってなったら、うん、これはやっぱ4、5点いるってなったら、そういうもうとにかく打っていけみたいなことはあるけども、うん、でも山崎伊織と圭、うん、堀田と石田、うん、やっぱ巨人の試合っていうのはロースコアになるから、うん、今年は、うん、だからやっぱり1点の積み重ねで相手にプレッシャーをかけるっていうことが大事かなっていうふうには俺は見たけどね。うん、まあそういう2連戦でした、はい、で続きましてヤクルト広島、うん、はい、一勝1敗ヤクルト、うん、小沢、松本で広島は床田、森下ね、えここら辺は広島はなんか連勝したいところだよ ね、 ねしかし1勝1敗という、うん、で1試合目2対1、広島、床田はやっぱ安定感あるな、うん、7回76球5安打、まあこの日3四球っていう風にちょっと制球を乱しながらもう 1失点、うん、で打つ方はね小園2打点、うん、まあ2対1で勝つ2打点を叩き出してる、でここ5試合で6打点という風に荒稼ぎをしてるんだけども、はい、小園が4番に入ってんだよね。そうなんですよね。これねやっぱ小園はプレッシャーに強いなあ逆にそれを力に変えてる。そうなんだよ。だからまあ自分は4番目のね、うん、打者ですって言いながらも、うん、
そういうプレッシャーだとか4番をすごく楽しんでる感じがするんだよね。ね、なんか乗ってる感じがしますよね。そう、この楽しみ方っていうのがさ、うん、小園らしいし、うん、まあ、頼もしいなって思うところだよね、うん。でもう一つ広島の方、はい、島内、これがすごいんだわ、うん。でね、まあ2対1って言ったらまだまだヤクルトにもチャンスあるよね、うんうん。で8試合連続無失点、うん、8試合連続ノーヒット、すごい、全く1本も打たれてない、うん。で8連続ホールドという、ね。でこの日も相手が村上、サンタナ、オスナ、うん、で村上をファウルフライ、うん、でサンタナ三振、うん、オスナを三振、よりによってそこにね、そう投げててね、すごいね。でヤクルトとしたらやっぱ、うん、あ、ここチャンスと思うじゃない、打順的には、うんうん。でもここをぴっしゃり行くことによって栗林が後から投げやすいというね、だから非常にいい回りをしてるなっていう ね、まあそういうことが言えますよ。で、まあ、ヤクルトの方は気を吐いたのは竹岡、うん、で7回にそのホームラン、うん、ね、非常にこう期待感のある若手がね、うん、ホームランを打ったという、はい。で広島の方では、まあ、小園以外には菊池が4安打と、うん、ね、4打数4安打、すごいよ ね、 ね、松山の私の知り合いと久しぶりに会って食事をしてたという、うん、まあ、情報を得てあ、やっぱ運があるんだなと思って ね、 ね、その方もね、その方も運があるという、ね、ね、運のある方なのでね、そうなんだ、うん、ね、まあ、よかったというね、はい。で2試合目、この試合は2対0、うん、ヤクルト、これは言うまでもなく松本、うん、聞いたことあるかな、ピッチャーね、ああ、うん、アジア大から、うん、トヨタ自動車、はい、でドラフトで入ってきたんだけども、そうですよ、松本9回、うん、118球3安打、うん、10三振0四球の 無失点完封勝ち、1年目のピッチャーで頼もしいですよね。いやこれはね相当な記録らしいよね、え、うん、初登板、うん、初完封、うん、それで10三振を取って無四球で完封したっていうのが、うん、史上初じゃないかっていうふうに多分思うんだよね。なるほど。それはね完封するのは、まあ、10三振ぐらいあるかもわからない、うん、でも無四球でね、うん、完封できてるっていうのが、うん、やっぱすごいなと思って、しかも3安打ですよ。そう、すごい、まあ初物っていうこともあったとは思うけども、うん、でもね特にね見ててすごいボールを投げてるわけじゃないけども、うん、やコントロールがいいのと、うん、やっぱ向かっていくね、うん、気持ちが逃げないわ。なるほど。だからこれはねすごくねベテラン同士にも、うん、参考になるようなピッチングをしてくれたよ。うーん、まあベテランっていうのはさ一球の怖さとか、はい、そういうのを分かりながら投げてるから、うん、だからここでまあフォアボールでもいいやとか、うん、まあそういう気持ちがあるんだろうけども、うん、まあ松本はやっぱ最後まで向かってってくれてたな。うん、だから見事だよ。ね、で9回もちょっと乱れるかなと思った時に、うん、まあベンチから出てキャッチボールしてた時に、うん、うわーこれ一体だろうなと思って、うん、で9回って特別だからなと思った時に村上やってくれまして、もうこれも記録ね、記録、うんと8回にソロホームラン、うん、まあ史上最年少の記録ね、NPB 史上最年少記録を更新という、更新というね、通算200号、はい、はい、まあ、最速で200号を打ったというね、大好きな松山で達成ということで、そうだな松山ではかつてね記録って言ったら、うん、その古田敦也の2000本とかね、はい、あのありますあれが坊ちゃんスタジアムに、まあ、あの時ちょうど解説してたけど、おお、やっぱこうなんていうの、ヤクルトは縁があるし、あの松山にね、うん、まあ、それとやっぱ野球発祥の地ということで、はい、なんかそういうなんかこうめでたい記録というかさ、うん、なんか輝かしい記録がね、まあ、生まれるね、また石碑がどこかに立つような気がしてるんですけど、まあ、立ってもいいんじゃないの、どこだろう、 あ、まあ、あの辺ね建てようと思ったら建てるとこいっぱいあるから、いっぱいある、そうそう、うん、でも
もまあ村上もね、うん、本当におめでとうって言いたいし、ねえ、まあ、松本もね、うん、でもこの2人にとってはものすごく記念になる試合だったね。いや本当そうですよ、もう2人にとってさらに松山という地位が特別になったのが嬉しいかな。まあそうだね、ちいちゃんはね。はい、まあということでこの試合は、うん、まあもうこの2人に尽きるということで ねおめでたかったですね。はい、はい、でセ・リーグ最後は中日対阪神、うん、中日、うん、高橋、小笠原、はい、梅津、阪神、村上、うん、大竹、西、1試合目4対2中日、はい、高橋と村上の投げ合いはやっぱ見事だな。ほんとね、うん、まあなかなかね、まあもう点が取れないというよりも点をやらないだろうなっていうようなピッチングをするんだけども、うん、まあ高橋宏斗、うん、7回101球7安打4三振、2四球2失点、うん、防御率が 0.79、 村上7回3分の1、球数130球、うん、ちょっと多かったね、8安打9三振、うん、2四球、うん、まあ、2四球ちょっと多いね、うん、4失点、はい、で防御率が、まあ4失点だけど自責は3ね、うん、この試合、うん、で防御率が 1.30 という、うんうん、この試合でね村上が痛かったのは、はい、高橋宏斗に先頭打者で2塁打打たれてんだよね。で3回に、うん、このランナーが帰ってきちゃったということだよね、うん、でピッチャーに打たれたちょっと悔しさっていうのが、うん、まあ、まずは村上にあるよね、はい、で8回岡林がセカンドランナーで、うん、先頭バッターで二塁打で出てね、で続く田中のバントをキャッチャー前にポーンと上がったんだよ、うん、それを素早く坂本が取って、はい、サードに送球、はい、そのサードの送球をサトテルが取り損ねたと。ちょっと焦ったんですかね。何でしょうかね。焦ったんだろうな。タッチは焦ったんだろうな。のような感じでしたよね。ボールは最高のボールだったんだよね。あってね。もうね、ストライクなんだ。いいところにね。いいところに行ったのよ。掴み損なったんですかね。これはね、取れたらアウトだったね。うん、で、その後カリステに、まあ、同点タイムリー。うん、で、決勝打は石川が、まあ、フォークボールを先っぽで引っ掛けてね、うん、落としたんだけど。さあ、うん、これね村上が投げてる時にね6失策ぐらいあるんだよね、うん、で足を今まで、うん、結構足引っ張られてるんだよ、うん、だからちょっとここら辺をちょっと改善していかなきゃいけないなっていうね、うん、まあそんな感じがするよ。ただこの試合でやっぱ感じたのはやっぱカリステ、はい、それと石川のバッティングは成長してるなっていうふうに思ったね。なるほど、豊さんはね、中日のカリステ選手はね、うん、もう大変ポイントでね、もういつも押しだから打撃の押しなのでね、そうそうそう、うん、だ阪神はちょっと打てないな、うん、まあ、打てないというか高橋宏斗がさ、まあ、相手だから打てないのは仕方ないにしても、うん、まあちょっと打てないなっていうような感じがするね。なんかあれですかね、状態が悪いなっていう感じがする。で2試合目、はい、0対1、阪神、ね、これ延長になるんだけどね、うん、そうでしたね、はい、延長11回に1点取って、はい、もう気の毒なのは小笠原、この前投げた時に俺なんか言ったけども、はい、なんかすごく立派な態度で投げてた ね、うん、ね、紳士的に、はい、で小笠原8回、うん、97球4安打、うん、無失点、うん、もうとにかく援護点がない。この小笠原に対して援護点はもう何十イニングって多分ないと思う。これは何だろう、相手のピッチャーの巡り合わせとかも多少は関係してますかね。まあ、多少は関係あるだろうけどもさ、うん、まあ、それにしても1点取ったら勝てたからね、うん、うん、だからまあ1点ぐらいやれよとか思うんだけども、ただ9回、うん、ノーアウト1・2塁、うん、大笠原がピンチになった時に、はい、まあ、立浪監督を英断したね、うん、マルティネスピッチャー、ね、守護神持ってきたよ、はい、いやまあここら辺はねすごくいい采配だなと思ったんだよね、うん、やっぱ負けられないからさ、まあそうですよね、うん、あそこで抑えられるって言ったら俺本当にマルティネスしかいないと思ってたし、うん、まあ用意は準備はさしてたんだろうね、うん、で大山三振、はい、ノイジーセンターフライ、うん、この日から、うん、サトテル落として、はい、2軍から上がってきた渡辺亮、はい、まっすぐ破壊王子とか言われて、速球破壊王子とか言われてま、うん、っすぐにはめっぽ強いんだよ、はい、でもそれインサイド持ってって見逃しの三振、手も足も出ないところに投げたね、
で三振。すごかったですよね、あの1球。いやあの1球はすごかった、うん、あれ打てっていう方が難しいわまあだけどやっぱマルティネスがね、うん、何事もなかったのように、うん、ピンチを切り抜けた、ね、うん、までは良かったんだよ。そうですね、うん、ただし11回森下ツーベース、うん、森下は結構こうポイントのところで打つ ね、 ね、で中野が進塁打で近本がライトへタイムリーという、うん、もうね近本のタイムリーなんか、うん、ちょっとあのバッティングの動画上げてるでしょ今ね、うん、あの豊さんがお勉強してきたやつね。そうそう、うんうん、羽根の打ち方だな、もうお手本、お手本みたいな、もう低めのねスレスレのところ、バットの角度をねしっかり持って、あの低めをライトまで持っていったから、なるほど、ゴロにしないで。その動画の回答な打ち方はこの打席の近本選手、まあちょっと見てほしいな、見てない人はね、うん、まだね、まあ低めをタイムリーって1対0、はい、ね、うん、まあ阪神が勝つという、まあそういう試合でした。はい、3試合目、うん、9対4阪神、ねえ、まあ、西と梅津、西が今季初勝利、はい、ね、あの非常にいいピッチングしてたんだけど勝ててなかった、うん、今日勝ちましたよ。で昨日までの阪神のメンバーと、うん、今日の阪神のメンバーガラッと変えてきた、うん、これ打順を変えるっていうわけではなくて、はい、あのメンバーを変えてきた。そうですね、ね、1番井上、うんうん、4番に原口で、5番に糸原で、8番に小畑というね、うんうん、まあちょっと休ませたかったのか、それともタイミングが合ってないから、変えたのか、うん、ね、これはまあ明日になってみないとわからないけども、うん、まずは西からね、うん、初勝利、6回85球、はい、10安打、2失点、うん、10安打打たれるんだよ。ね、これなんで打たれたかというとさ、うん、序盤からいつももらえない援護点もらえたんだよねだからねちょっとね投げ急いでた。なるほど、あの省エネで行こうとしてたんだよね、うん、多分西は援護点もらうとちょっと普段と変わっちゃう場合もあるんですね。いや、やっぱり点はやれないっていうよりも多少やってもいいって思うのと違うじゃない。そこ、まあそれとね、西の頭の中に、うん、あれだけで援護点がもらえるとちょっと完投しようと思ってたね。なるほど、だから球数をこう抑えようとしてたから、もうねボール投げないんだよ、あんまりストライク、うん、ストライクでいくんだよ、うん、それをこう痛打されて10安打されるんだけど、はい、まあ、結局リリーフを使うような結果にはなるんだけどもね、うん、まあだけど西の心意気っていうのはね、なんかすごく伝わったような気がする、うん、はい、でまあ一方梅津、うん、3回75球、あ、73球、7安打6失点、うん、これね、俺配球が悪いと思うんだよ、うん、梅津はものすごくまっすぐに力がある、うん、52とか53とか投げるのに、うん、もっとどんどん押していけばいいのにさ、うん、変化球投げるんだよ、うん、でカウント悪くするんだよ、うん、で打たれるんだよ、うん、じゃなくてやっぱり俺は梅津のあのまっすぐだと力のあるうちはまっすぐでどんどん押していってもいいと思うんだけどね、うん、なんかちょっと組み立てをしてしまうのかなっていうふうに思うね、うん、この試合で、うん、あの阪神が打順を変えたっつってたね、はい、で原口がスリーランホームランを含む4打点、うん、すごいよね、ね、この4番にね入ってきっちり、そんなベテランでさ、うん、あのやっぱプレッシャーもかかったと思うよ、うん、まあ、だけどやっぱこうね答えを出してくれたというね、うん、それと5番に入った糸原、うん、あのチャンスで原口が打った打球をエラーだったんだよね、石川の、はい、それで1点入るんだけどもさ、うん、それは打点付きのエラーで、次糸原、うん、これはレフト前に持っていくんだ、実にうまく、うん、この2点が大きかったよ。なるほど、うん、でベンチもさ、やっぱこうこの2人のベテランが打つとやっぱ盛り上がるわね、うん、だから最初のその取っかかりのムードも作ってくれたということから考えると、うん、やっぱ原口とこの糸原のこの打点っていうのはすごく大きかったな。うーん、なるほど、ね、でね、この日、うん、中田翔が抹消された、うん、あの自打球の関係かな、はい、うん、で代わりにビシエド、そうですね、でビシエドが帰ってきて2安打、最終打席あわやホームラン、うん、バンテリンはやっぱ広いぞこれはね
他のどの球場でも入ってるわ。なるほど。もう一本損してる、うん、でも明日から横浜戦ビシエドが来る。怖いな DeNA、ね、ビシエドでもうなんか満を持して登場みたいな感じですね。まあ そ, ね、まあ、それとファームでもね一生懸命やってて、うん、結果も出てる、うん、あだから本当にあのビシエドはね、ここチャンスだから、うん、まあ、頑張ってほしいなと思うよ ねという3連戦でした。はい、はい、続きましてパ・リーグです。はい、こうなりました。パ・リーグはちょっと今日は試合がなかったので、昨日一昨日の試合ですが、はい、はい、日本ハムと西武は日本ハムの2連勝、はい、はい、楽天対ソフトバンクは1勝1敗ずつ、はい、はい、オリックス対千葉ロッテマリーンズがロッテの1勝とあとは1引き分けということになりました。はい、はい、ということで日本ハム対西武ライオンズ、うん、山崎幸也、北山、うん、西武は高橋コーナー、隅田、はい、ね、1試合目、うん、山崎完投、ね、おおまたかみたいな、すごいね、はい、9回137球、球数はかかったけどもね、ちょっとね、8安打7三振、うん、1四球1失点という、はい、4勝目、はい、でこれはねハーラートップタイの4勝、うん、で防御率が 1.79 という、もう立派な数字を上げてるよ ね。で先制タイムリーをしたのが伏見、バッテリーを組んだ、うん、ね、で外崎の頭上に飛んでいったんだけども、あれも取れんかなまあいいかで3回には、はい、ワンアウトで松本を一塁に置き、うん、はい、なんと3番郡司に送りバント、えツーアウトになっちゃうけどいいのかなみたいな、うん、まあだけどマルティネスがねここのとこすごく当たってんのよ、うん、だからまあこういう采配もねもう俺はありだと思うんだよ、うんうん、ですごく嫌だと思うんだよね相手にとっても。なるほど。でもピッチャーの人に聞くと楽だって言うんだよ。どうなんでしょうね、相手のチームの打線とか打順にもよりますか、うん、まあそれはそうだと思うんだけど、うん、俺マルティネスがあれだけ当たってるから、うん、まあ、仮に歩かしたとしても2人ランナーたまってまた逆に長打を打たれるともう大変なことになるぞとか思いながら、そしたらバント失敗するんだよね、高橋コーナーの好フィーリングで、でランナー1塁残っちゃうんだよ。だけどマルティネスがさすが1塁から返しちゃう、スリーベースで暴投もあってマルティネスも帰ってきちゃう、ね、で8回にはなんていうのパスボールでまた1点を取るんだけどもさ、うん、西武のね、まあ、日本ハムの攻撃が見事だったんだけども、うん、日本ハムの4点っていうのは1点だけなんだってタイムリー、じゃあなんかちゃんとっていうか、ちゃんと取ったのがね、チームとして取ったっていうね、うん、でね西武が4点取られる、うんうん、なんでって思うと、俺外崎のあのセカンドの頭上のやつは絶対取れてるわ、俺もセカンドだったから分かるけど、あれ取れなかったらダメだわ、うん、それと次の冒頭、ね、ピッチャーのね、うん、ワイルドピッチになっての点でパスボールの1点、うん、ね、で結局何負ける試合じゃなかったじゃないかっていうような感じなんだよ、うんね、だからちょっと西武は流れが悪いなと思ってさ、うんうん、だからミスで3点をやってるという、うん、まあ、その中で羽田、うん、はい、ピッチャーね、これ左ピッチャーの八王子の方に生息してたらしい、うん、小さい頃は生息って何ですか、生息してたらしい、そんないやいや、うん、1回18球1安打1失点だけども、はい、魅力あるな、ほんと155キロだよ、ね、身長191センチだって、そう、まあ、これ ランディ・ジョンソンというの昔いたんだけど、はい、ピッチャーでね、覚えてますよ、まあ、あれを彷彿させるというかさ、うん、なんか想像させるという、何日本人離れした感じ、そうそうそう、これは育ててほしいわ、ね、ああものすごく魅力がある、でこのピッチャーのボールを古賀が、後輩古賀、うん、ね、取らなきゃパスボールして1点を失うんだけども、ね、まあでもあれをやっぱ油断してたんだろうな、取れなかったっていうのは、うん、でもそれだけボールに力があるっていうことだよ ね魅力はある、まあ、うん、負けたけどもなんか魅力がある選手が出てきたなというふうに思います。まだ二十歳ですよ。そうなんだよ、お誕生日12月25日だった。そうだよ、クリスマス、メリークリスマス、ね、
はい、続きまして2試合目、はい、12対3、ね、日本ほらもう一方的になっちゃったからさ、ね、ただあのスティーブンソンが上がってきたんだよね2軍から、うん、で2軍で調子が良かった、はい、でこの日3安打、うん、ね、調子を継続してるという、まあ、日本の野球にも慣れてきたのかなというね、うんうん、でこの日3安打したのが万波水野、うん、ね、まあやっぱ頼りになる人が、まあ、万波にしろ、うん、水野も若干調子を落とし気味だったんだけども、うん、あの調子を上げてきているというね。でホームランは万波1回スリーラン、うん、はい、これは効いたね。これはいきなりね、いきなりね、うん、3回には郡司がツーラン、はい、これもね、これも効いた7回には水野が1号ソロ、プロ初ホームラン、はい、うん、でトータル19安打を浴びせたという、すごいよね。で19安打は新庄政権になって初じゃないかっていう、一番多く打ったってことね、うん、この12点を取った中の1点なんだけど、うん、はい、これはね面白いプレーをするね、やっぱりね新庄監督は、うん、2回ツーアウト1・3塁、うん、これホースボークっていう、あ、なんかね新庄監督になってからちょい聞くワード、はいはい、うん、を決めるんだよね、はい、まあ、1塁ランナースティーブンソン、うん、3塁ランナー水野、うん、でこれはね条件的には左ピッチャーね、うん、一塁ランナーが飛び出すんだよ、うん、そしたら牽制するでしょ、うん、その間に三塁ランナーがホームをつくという、うんうん、おとりみたいな、そうそう、うんうん、これはだけど間違ってる、何がスタートの切り方が、誰の、水野のそれは個人的な話、それとも、いやいや、あのホースボークというサインを出された時に時のやり方が水野選手がちょっと違う水野は先にスタートを少し切っとかなきゃいけないんだよ、その投げるサードランナーは、さ、うん、サードランナーが背中越しになるでしょ、うん、左ピッチャーは、はいはい、だから少しこうじわじわ、あのじわじわスタートを切る感じで、うん、それでそれを見てスティーブンソンが出なきゃダメなんだ、うん、で出て牽制して楽勝でホームでセーフという、うん、それを出てなかったのね、うん、スティーブンソンが飛び出して投げた、ファーストがセカンドに投げた瞬間に水野がスタートを切った、まあ、このやり方もあるんだけどもさ、でもランナーが先に殺されたら一塁ランナーが、はいはい、チェンジだから、うんうん、だから細かく言えばそうなの、そこでも大事ですね、でもそのちょっとした差で、ちょっとしたタイミングが大事なんだよ、うん、まあだけど見事に決めたね、うまいこと言ったからよかったですけど、もう新庄監督は万歳だろうね、うん、ああいうの大好きだからもうおかずだからもう飯3杯ぐらい食えるよそういう試合だったと思うねえ、まあ見事です、でもね本当に勢い乗ってるし、うん、まあ、北山も勝ちがね、ついてきたし、そうよ、なんかこう、まあ、セーブは本当にいいとこなかったな、うんうん、北山さんは3勝目です、まあ、そうだね、うん、はい、はい、まあ、日本ハムがちょっと勢い乗ってるというね、はい、まあ、そういう感じです、はい、はい、2カード目、はい、楽天対福岡ソフトバンク、うん、楽天ポンセ庄司、うん、でソフトバンク有原石川、はい、試合目4対1、うん、楽天、はい、ソフトバンクの連勝を5で止めたと、うん、まあ決勝打になったけど、うん、まあ、打ったのが、まあ、本拠地初スタメンの2年目の平、まあ、2回にレフト前のタイムリーを打つんだけども、うん、小柄170センチ、うん、でも顔は可愛らしい顔してんねまあ沖縄出身だけどもさ、うん、で九州共立大から NTT 西日本を経てドラフト5位で入ってきてるんだけど、うん、2年目ね、2年目、うん、でね貴重なやっぱ右バッターだな、うんうん、それとやっぱこうしぶとい、おう、うん、村林とかさ、うん、伊藤幸也とか、うん、右はいることは石原とか、左にずらっと好打者並ぶんだけどさ、うん、今右打者をこう非常に育ててるんだよね、うん、だからそういう意味ではその平今チャンスだから、うん、本当このままねこう打ち続けてほしいと思うし、うん、まあ170センチと小さいんだけども、はい、まあ大きい小さいは関係ないからねプロはね、そうそう、はい、頑張ってほしいと思います、はい、でこの日ポンセ、うん、6回111球、はい、うん、5安打9三振で2四球でね、これ良かったのが9三振中ほとんどがまっすぐで取ってるんだよね、うん、でまっすぐでバッター取られると三振をまっすぐ意識しちゃうとやっぱ変化球に手が出なかったりとかしちゃうんだよ、うん、だからこの日のポンセのまっすぐっていうのは
素晴らしかったね。なるほど、はい。で一方有原で6回107球5安打、うん、1三振1つしか三振取れないんだよ ね、で4四球、うん、多いなと思うよね、うん、で4失点でこれ仙台で6連敗中なんだよね、うん、6連敗、うん、仙台が苦手なんだよ。なんでしょうかね。なんだろうね、マウンドが合わないとか。でもチームがねホームじゃないからっていうのとかも関係しますか。まあでもこのぐらいのクラスだったらさ、アメリカまで行って投げてるピッチャーだから仙台でさ、いやビジターだからって言えないよね、なかなかね。雰囲気とか、まあ、だからそういう雰囲気だとか、うん、そういうのが合わないのか、マウンドに立った時にちょっとなんかこう距離感とかがすごく合わないとかね、景色がとか。他のピッチャーにも聞いてみたいですね。まあそうだな、どうか有原ぐらいのピッチャーがさ、うん、仙台で6連敗するってやっぱあるんだね。またそれがね自分の中で変な意識として残っちゃうっていうのもあったりしますよね。そう、うん、はい、はい、で2試合目で7対3ソフトバンク、うん、やっぱりやり返すね、うん、まあ、楽天はね初回、ツーアウトから、はい、まあ四球絡みもあったんだけども連打で2点先取するんだよ、うん、まあ、いい状態でねゲームを立ち上がったんだけども、うん、まあ、4回ソフトバンクは柳田山川の連打、うん、で中村のタイムリー、うん、栗原の犠牲フライで同点で、しかし楽天4回、1点をまあ取って勝ち越すんだよね、はい、で、まあ、投げてるピッチャーが庄司、うん、なかなかいけるかなと思ったら5回、うん、次の回、うん、で三森のヒットシュートのヒット、うん、で柳田山川が二塁打で、うん、これ3点を取ってあっさりと逆転を食らうんだよ、ね、で6回はシュートがツーランでまあほぼ決まるんだけどもさ、はい、これあのね庄司見てると、うん、立ち上がりはねすごく良かったのよ、はい、で何が良かったかっていうとボールの高さが良かったんだよね、うんうん、でボールも力があるし角度があるし、うん、で打たれ出した、まあ、4回ぐらいから打たれ出したでしょ、うん、その時見てるとねやっぱボールが高いんだ全部でね、力負けするようなバッターじゃないからソフトバンクは、はい、で低めに投げようと思って高めに抜けるボールは力ないけど、うん、高めに行ったれみたいなさ、うん、そういうボールだったら力があって別なんだけどもさ、低めに抑えようと思ったのが抜けていってるようではやっぱダメだな。これやっぱり庄司はスタミナがないのかね。ね、立ち上がりがっていうピッチャーも結構いる中、うん、立ち上がりがいいけれどもっていうんであればそういうことなんですかね。かな。で立ち上がりはねものすごく低めにも決まってたんだよね、うん、だからもったいないなと思ってさ、うんうん、でねソフトバンクはこの日7人をつないで逃げ切るんだけども、はい、まあ、7人のピッチャーが全て無失点というね、うん、やっぱこう確立されてるなっていうような気がしたね。うん、はい、ということで1勝1敗という。はい、はい、で最後オリックス対千葉ロッテ、うん、でオリックス東でカスティーヨ、はい、ロッテが西野種市で1試合目4対1ロッテ、まあ、5回高高度で、ロッテが連敗を止めるんだよね、うん、もうどしゃ降りだもん。もうなんか大変なことになってたけど一応やらないとみたいなところだったり、まあ、地方だからな沖縄だしね、うんうん、まあやってくれて ありがたいと思うよ、うん、で、この試合、はい、ね、5イニングで、うん、まあ、勝負決まるんだけどもさ、はい、まあ、その中でロッテの岡、うん、まあ積極性が目立ったね。なんかこの最近調子いいですよね。もういきなり二塁打、うん、まあ、次の打席はホームランという ね、そうやってもう打線を引っ張ってくれたんだけども、うん、まあ直近で言えば5試合、うん、3割6分8厘19の7、うん、でホームラン3本、うん、3打点、ね、ホームランでしか打点ないじゃないかとは思うけども、まあ、でもホームランがね、うん、ものすごく活気をつけてるよ ね。で西野5回76球6安打1失点、うん、この試合初回に3点取るんだわ、うん、ロッテがね、はい、で角中山口がタイムリーを打ったりとかしていきなり3点を取る。やっぱねこれね雨の予報はねもう雨出すとかで分かってんだよね、うん、だから早く点を取って
早く逃げ切ろうって思うのよ。だから計算通しのロッテは野球ができたという、もう5回から8時以降は土砂降りだっていう風なもう予報になってたから、うん、我々もそれを見てたから、そしていやこれやばいぞみたいな、その通り土砂降りでしたね。その通り土砂降りになって逃げ切られたと、うん、でね、ちょっと気になるのが東、はい、ピッチャー、はい、4回3分の2、92球、10安打、4失点、うん、なんていうの、連勝記録 を作ってたんだよね、ずっとね、うん、1対0で負けて、うん、その記録が途絶えたのよ、うん、それは自責ゼロだったんだよ、うん、そっから勝ててないんだよ、なんかがだから流れがちょっと悪くなったかなと思ってさ、うん、まあ、この日は天候もあったからね、まあまあそうだな、ピッチャーにとっては結構大変なコンディションだったかもしれないですが、うん、そうだな、うん、だけど相手の西野がね、うん、きっちりまあやっぱり最初に3点取ってくれるとな、うん、やっぱ頑張ろうっていう気になるよね、うん、まあそういう試合でした、はい、で2試合目、うん、1対1引き分け、これはなかなか、これはねこれもねある程度俺予想がついたというかさ、でポランコ4回、うん、はい、まあ、ホームランで先制というね、うん、で、まあ、1対0でずっともうね種市とカスティーヨの投げ合いでいくんだ、うん、で種市8回、はい、122球7安打8三振、うん、無失点という、まあ種市の方がどちらかというとピンチを多少作りながら抑えていったという、うん、でも8回まで、無失点に抑えた、うん、でカスティーヨ、うん、8回100球3安打1失点、うん、これはもう完璧に近いんだけども1本ホームラン打たれたという、うん、あ1対0かみたいな、うん、で1対0で迎えた9回先頭バッター森がヒット、リックスね、はい、うん、ピッチャー変わってるけどね、うん、第2位からね、うんうん、で宗が送りバント、はい、これはうまいバントだったね、うん、でワンアウト二塁でピッチャー鈴木から沢村に変わる、沢村にね、うん、でセデーニョのところで変わるんだ、そうですね、でセデーニョを攻めながら行ってたんだけどスプリットがちょっと引っかかって、うん、ワイルドピッチになるんだよね、はい、でワンアウト三塁になるんだけどもさ、うん、セデーニョ三振、うん、ねね、ああこれ終わったと、ライアフライで同点だったのにと、ツーアウト三塁でね、ツーアウト三塁、うん、で西川、はい、粘って粘って、うん、でも西川だったら前飛ばすなとか思ってたの、うん、で前飛んで内野ゴロだったらちょっとしたらひょっとしたらエラーするなと思ったの、なんか言ってましたよ、言ってたでしょ、なんかちょっとって嫌な雰囲気がする、うん、嫌な感じがする、これはなぜかというと、うん、前日の大雨からグラウンドが荒れた時に大雨になってて、グラウンド整備ってなかなかできなかったと思うんだよ、うんうん、ちょっと嫌だろうな、内野はちょっと嫌だぞと、内野手、元内野手の心理ですね、うん、まあ嫌だなと思った、うん、そしたらセカンドゴロ、はい、キャンバス寄りの、うん、藤岡、うん、まあ藤岡だったら大丈夫かなと思ったらなんか足が揃っちゃったの、え前出ろよとか思ったんだけどいらっしゃったの、うん、でポロッとやって1点取られて種市の価値がなくなり、ね、そのまま延長と、ちょっとね、なあせっかく沖縄の夜の街を、ね、食事でも行こうと思って予約した人も多分いると思うけども、うん、ちょっとねちょっと時間が伸びちゃったからね、うんうん、まあ、そのまま引き分けになるというね、はい、でロッテは3安打、うん、3つのエラー、うんうん、でオリックスは10安打1点しか取れず、うん、これどっちが得したかというと、うん、やっぱロッテが得したかなと思うよね、この試合に関してはね、この試合はね打てなくてちょっとエラーが3つあって、そうだね、1-1で引き分けたっていうことはね、そうだね、ロッテは3安打3つのエラーというね、まあね、やっぱ慣れない球場でエラーっていうことはよくあることですか、まあやっぱね地方球場っていうのは慣れてないし、うんうん、だからまあまあそれなりにこう危険度はあるね、うん、そういうことはね、なるほど、うん、はい、まあやっぱ飛んだところも難しいし、うん、飛んだだけも難しいわ、そしてまたこのね 1-0 っていうシチュエーションっていうのもしびれて、ね、プレッシャーも上がるし ね、まあ、うんうん、それでもやっぱり言い訳ができないのがプロだけどもね、うん、そうですね、まあまあ次にね、まあ負けなかったから、そうそう、ね、頑張ってほしいと思います、まはい、はい、ということでピックアップ選手、うん、はい、はい、セ・リーグはこのような感じですよ、はいはい、まあ、阪神、まあ、原口、糸原、まあ、この2人はねこのベテラン頑張ったね、さっきも言ってましたが、やっぱ素敵だわこの2人はね、うん、で DeNA 牧、うん、牧頑張れ、ちょっとねここのところ、ちょっと守備のバランスもちょっとね、うん、
ちょっとスランプだし、ありましたかね、まあ、バッティングもスランプだなっていうような。でも君がやんないと、君がチームを引っ張らないと、もう分かってると思うけども、あ、頑張れ、ね、で広島小園、うん、いいね、楽しそうで島内完璧です ね、はい、そのまま続けてください、うん、ヤクルト救世主が現れた、松本、ねね、投手陣がちょっと手薄だ手薄だって言われながら、でも松本ね、フロックと言われないように次も頑張って、はい、で村上ね、もうこれでやや言われないし、うん、もうこれからどんどん打ってほしいと思います、はいはい、で中日、うん、やっぱポテンシャルすごいな、高橋宏斗、うん、でやっぱビシエド、ここチャンス出てきました ね、うん、ここチャンスだよ、はい、だ頑張ってね、うん、はい、で巨人は岸田、うん、もう本当にいいキャッチャーになってきたし、頼りがいが出てきたね、うんうんうん、で堀田、はい、もう投げるたびに成長を感じます、はい、でこのまま頑張ってください、はい、はい、パリーグ、セリーグでした、はい、でパリーグでーす、はい、はい、こうなります、うん、西武羽田、はい、素晴らしい、ちょっと注目しておくから ね、あのどんなピッチャーになるか、ほんとほんと、ね、楽しみです、はい、で昼間、うん、ね、4番打たされた、ね、打たされた打たされた、ね、でもやっぱりね、もう打てる人が、うん、あの優先的に出ていくと思うから、うん、もう昼間はもう打ち続けろっていう感じ ね、はい、でオリックス東、はい、もう記録は記録、うん、ね、やっぱこう今苦しいから、うん、先発ピッチャーがね、オリックスも苦しくなってきてるから、ね、まあ、頑張れ、うん、はい、ね、日本ハムスティーブンソン、うん、やっと予想通りになってきましたよ、予想通り、いやいや、こうもう絶対この外国人は打つからって言ってたの、うんうん、だけどファームに落ちた時はどうしようかなと思って、うん、やっぱ、ね、うん、バランスよくね、あの打てるようになってきた、うん、で水野、はい、よかったね、プロ初ホームランね、あんま調子に乗らないように、まあ、ちょっと乗ってもいいんじゃないですか、まあ、乗ってもいいかでもあんまりね、大振りしてるとね、うん、怒られちゃう、新庄監督コツンってやるで楽天、はい、平良、ね、貴重な右バッターになってくれって、はい、正直スタミナだぞって、ね、やっぱスタミナ、とにかくもうなんて言うんだろうな、スタミナがないとね、ボールが浮き出してくるとやっぱりね、ソフトバンクに打線は捕まるよ、うん、ね、頑張って、はい、でさ、ソフトバンク松本つもり、うん、何でか分かる、なんで中継ぎでね、この2人は本当頑張ってんだよ、うん、うーん、松本、うん、防御率が 0.49、うんうんうん、でつもり 0.61、 すごい、1.1、この2人はね、本当ソフトバンクってさ、打者が目立つじゃない、うん、柳田、うん、山川、近藤、周東だとかね、目立つでしょ。いやだけど支えてんのはこの2人かもわからないぞっていうぐらい本当に長すぎて頑張ってるから、うん、ね、ちょっとこれからの注目をしてほしいなって、はい、はい、ロッテ岡今ね絶好調で、タレンチ残念だったけどね、頑張ってくれ気の毒な、まあ、気の毒だけど、まあタレンチも選手の気持ちは分かってくれると思うからね、まあ次は絶対お返ししてくれるから藤岡がね、頑張って、はい、まあそういう3連戦でした、はい、ね、もう早速明日からね、そうそう、また3連戦が始まるということで、うん、今度は3連戦なのかな、そうね、はい、今いつも通りの感じで、うん、DeNA と中日、はい、阪神ヤクルト、はい、広島巨人、はい、ロッテ日本ハム、はい、オリックス楽天、はい、ソフトバンク西武っていうようなカードです、はい、そうだね、うん、でね、今日の試合、あの阪神が勝って、うん、順位が入れ替わった、またね、そうそう、阪神が1位、うん、2位が巨人だと、はい、まだまだ早いけども、なんか巨人阪神が争うとまた楽しいな、まあね、そうだね、こう1位2位で並ぶのをちょっと久しぶりに見た気がしますけど、そうだね、まあちょっとだけね、ゲーム空いてきてるかな、うん、3位広島 2.5 ゲーム差、はい、1.5 ゲーム差でヤクルト中日が同率4位で、はい、DeNA がちょっとね6位で今 0.5 ゲーム差ですけど、まあそうだな、下3つはそんなあのゲーム差がないのかな、うん、で、まあ、まあね、パリーグはもうソフトバンク、日本ハムのゲーム差少し縮まって 3.5 ゲームで、日本ハムが2位のロッテ、楽天、オリックス、西武というような感じですかね。まあ、1位しか賞金ないからね、3位以下は借金だからね、うんうん、ね、
だからまあでも日本ハムはやっぱこう見てて感動的なゲームがね、まあ、多いなって見せてくれるなっていうの感じがするんで、ね、今シーズンは本当なんかまとまってるというかね強いですよ ね、 はい、はい、まあそういう3連戦をお送りしました。はい、ね、また頑張って、いろいろ集めて、お伝えしたいと思います。はい、ありがとうございました。はい。